片岡五郎でございます、今日もいいですね、片岡五郎のまあぼやきというかつぶやきというかいいお話を皆さんに伝えていこう。いい話っていうのは自分が考えただけだから、いい悪いは決めるのはそちらでございますよ。はい、今日はどこ行くんですか？沼津です。沼津はこの間にありましたから、原宿ですよね。原宿だった、行ったり来たり。原宿といえばですね、渋谷の隣でございますね、あの原宿。いや違います。あそこもよく行きました。いやその原宿ね、あの明治あの神宮前のね通りも原宿として有名なんですが、あの原宿っていうのはですね、僕も古いんですよ、50年ぐらい前に、あの原宿のところ、あんなとこはね人が住むところじゃなかったんですよ。でもね、あの本当にお店屋さんなんか全くなかったし、そこにですね、僕の同級生だったあの友達が住んでたんです。それで子供が生まれたっていうんでね、遊びに来てよって言ったんですよ。あのお友達知らない？僕のお友達知りませんね誰だったかなそこ行ってさ、それ時は何にもなかったです。まあ、楽しい街ってより本当に人がいない街だなって、50年前ですからね。ちょっと待っていただきたいんですが、いやいや、53次の原宿は53次じゃ、明治神宮前の原宿じゃないんですよ50年前の原宿のお話をさせていただきました。それではまた。待ってくださいよ。なんてそういうぼやいてるね、言葉呪いのに終わるのが早いんで困るんですよ。いいですか？東海道53次の19番目の、原宿というのは静岡県の沼津市にあるということで、宿場として整備される以前はね、浮島原、まあ浮島原って呼ばれたんだけど、木曽義仲のね討伐、まあ有名、歴史上有名な義経がその木曽義仲を討伐する時に馬揃えで、大変有名になったと。その後ね、いろんな方が、この地を出して、まあ大きな塾じゃないかもしれないけれども、そういう歴史的なね、東海道53次の原宿でございます。はい、あの原宿っていう名前がなくなってきてるんですよ。そう、東京の方のね、渋谷区の方のね、渋谷のね、神宮前、神宮前ね、通りって、明治神宮前で、あれね、なんで神宮前って言ったかっていうと、天皇陛下が来ちゃうの時、あそこのそばの駅から、それが神宮前って駅なんです。なるほど、勉強になりました。で、庶民が降りるのは原宿なんですね。それを一括しようということで、そういうことだったんですよ。それでは今日はありがとうございました。